どうも皆さんこんにちは。当チャンネルの実況解説担当ずんだもんです。今回もよろしくお願いします。今回は離れもんのルナマリア島上インパルスの視点になります。明後日に情報修正が入るこの機体が今の環境でどのくらいやれるかを見てみましょう。では恒例の現時点での強みと弱みを言いますか。強いところはまず何と言ってもこの2つのチャージショットでしょう。 N 射撃チャージは高弾速、ダメージも良く、曲がりもいい武装ですね。レバー入れは現状性能が普通なので基本 N の高性能照射ビームを使用する機会が多いです。格闘 CS も弾速が良く、誘導が強い点がいいですね。とまあ主にこの2つのチャージショットを主軸に戦う機体になっています。弱みとしては足が普通な点と降りテクがないので逃げるのが不得意ってところですね。なので対応策として着地保護にした特殊射撃のレジェンドを置くか特殊格闘のエクスカリバーをかなすぐらいですね。まあ修正で機動力が上がるようなのである程度改善はされるでしょう。さあそろそろ試合に戻りましょう。ユーマくんが爆吹きして相手蹴散らしてます。まあよっぽどのことがない限り負けないでしょう。さて怠慢状況ですが、バナナはザクアメを落とせるでしょうか。ほんまなんしてんねん。しっかり返り討ちにあっています。上昇を特格で取ろうとしましたがダメでした。ユーマくんも怠慢負けて落とされてますね。急に向こうにもチャンスが生まれてしまいましたね。しかしバナナには反覚性があるので問題なく逃げれるでしょう。さあ2度目のパナシが不発に終わり、麻痺になったので覚醒しましたね。ここでゲロビのじらしプレイが炸裂、見事に相手を昇天させました。ガス部にお仕置きもらってしまいましたね。イーブンな状況にされたくないので下がります。自己狙いで勝者を大量に垂れ流していきましょう。ついでに邪魔なプロデューサーの別荘も焼き尽くしておきます。サバーニャを取ろうとしましたが射撃バリアにあえなく防がれてしまってますね。ここでバナナの得意な曲げゲロビでザクアメをしっかり取っていきます。枯れ勝者流したり曲げて当てるのうまいんですよね。さらにサバーニャにも当てていますね。いいですね。ガノン機に勝者を垂れ流していたらユーマくんが半分に減らされていますね。さすがに前に行きます。しかし虚しくもあしらわれてしまいました。えげずに追撃しようとしましたが無理した結果逆にザクアメに取られてますね。少々まずい状況です。向こうの覚醒がある可能性も残っているのでユーマくんも無理できないですね。なんとかバナナも粘りましょう。またしても攻撃に夢中になっているところに攻撃当てられてますね。これでも落ちない2000の根性補正すごいです。しかしここであがくも虚しく落とされてしまいましたね。覚醒が2回目溜まったので相方と足並み揃えて使っていきたいところと、ここで相方が CS をサバーニャにぶち当てています。覚醒して一気に試合を決めに行くでしょう。が反撃食らって瀕死になってますね。バナナもまずいと思ったか覚醒します。サバーニャに攻めに行きますが、やっぱり覚醒持っていましたね。逃げられたので隙だらけのザクアメをしばきます。ザクアメも最後の覚醒湧きましたね。しかしここで得意の流しゲロビがまたしても炸裂、サバーニャを落として勝利です。 GG なのだ。いや本当にうまいですね流しゲロビ。さあ2戦目ですね。相手はなぜか修正を逃れたベルガと免れなかったハラクトです。次のシーズンでもお目にかかれそうな組み合わせですね。ステージが逃げにくいので苦労しそうな試合です。ベルガがこちらを狙ってきそうですね。バナナは逃げれるでしょうか。予想的中こっちに来ますね。牽制して距離を保とうとしましたがハラクトのサブに引っかかってしまい、そこから追撃されてしまいました。しかし相方のおかげで置き攻めは回避できていますね。お返しに攻撃を当てたいですが近距離は向こうの方が弾が強い上に降りテクもあるので取れませんでしたね。しかしバナナここで起き上がりに強気に攻めていきます。相手を下がらせて着地を取れましたね。置き攻めしておきたかったですがすぐにハラクトが助けに来たので相手をしてあげます。相手も降りテクがない機体ですが弾の強さで分からされましたね。得意な距離が同じなだけに分が悪いですね。さらにここで挟まれてしまいロックを変えたタイミングで被弾。相方の体力的にこれはもうバナナ爆弾でしょう。瀕死のベルガを落とそうといい感じに起きゲロビしましたが相手の政治家がよく見てましたね。ここで相方がベルガを落としましたね。例のごとくハラクトに詰めに行きます。
見事な曲ゲゲロビで相手を瀕死にさせましたね。本当にうまいです。税務調査並みに激詰めしたかったですが、ここは有利状況を継続するために無理せず下がります。ここでベルガが覚醒しましたね。相方の方に行ってくれて一安心と思いきや、ファラクトが覚醒して詰めてきましたね。逃げれらると思いましたが、しっかり端に詰められ着地に合わされ撃沈。まあ最軽減仕事はできたんじゃないでしょうか。ユウマくん2人の覚醒さばいてるのすごいですね。ここでダブルロックで相手を取れました。さらにダメージを取りたいがいけるかバナナ。ここで下がるだけと見せかけて、相手の意識をそらした後にゲロビをぶち込んでます。たまりませんね。さらにここでファラクトをクロス組んで落とせました。ついでにベルガも落として試合を決定づけたかったですが、ここは武装の強さに阻まれましたね。いい感じに相方の覚醒ゲージも溜まったので、バナナはここで覚醒。全覚醒なので耐久も50回復します。さあベルガがここで肉薄。おそらく落ちに来たので、さっさと始末しましょう。始末完了です。相方の方にファラクトがバン攻めしてるので、ゲロビ流しておきます。ベルガが近いところに復帰してきましたね。覚醒がないこちらを狙ってくるので下がります。ガクロス組まれて被弾しましたね。ダウンしていないのでお返しに勝者を当ててあげます。さて本日何回見たかわからない特格の攻めにマジレスゲー劇です。ユウマくん難下がりですね。バナナに落ちするルートのようです。さてバナナは逃げれずあがきましたが、暴れが通らずしっかり迎撃されています。さらに上を取られてダウンを取られています。ダウンからの特格の暴れはもちろん通用せず、しっかり迎撃されて無様に散っていきました。さあここでバナナ以外全員覚醒。もう試合が決まりそうです。さあ目の前にベルガがいるリス1。バナナくん再度特格で突撃しますが、もちろん迎撃されてます。しかし遊んでいるうちに相方が決めてフィニッシュ。もう特格使うのやめた方がいいんじゃないかな。さあもう3戦目最終試合ですね。相手はクソキャラを憎み愛する男とデスティニーを捨てた男ですね。絶好調は嫌いな機体を修正しろと SNS 上で叫びつつ、自ら使用してクソさを知らしめるというとんでもない政治家です。さて試合の方はファラクトがガン攻めしてきています。おばひと思われたカムリに突っ込んできましたが、ガード間に合ったおかげで逆に相手をダウンさせれましたね。相撲にダウン取られましたが、相方にとってもらいダメージレースはこちらが優位です。さあここでまさかの今まで全く当たらなかった特格のエクスカリバーが炸裂。しっかりフルコン完走します。ついに当たりましたね。やったねバナナ。置き攻めでエクスカリバーを代わりと行きたかったですが当たらず、しかしゲロビでしっかり着地を取って落としていきます。ここで相方がピンチと思ったかビームを送りましたが、利敵行為になってますね。難しい場面だったので仕方ないですね。切り替えてファラクトをダウンさせて相撲に切りかかりましたが、スカウトだけしか消えませんでしたね。逆にすごいですね。さあ超有利状況なので、お得意の流しゲロビで様子見します。ここで相方の弾が相撲に着弾。もう保護勝負ありですね。どうやらバナナ全出しに作戦変更の様子。強気に行きますが、しっかり迎撃されます。何度目でしょうか。相方は相撲を落としていますね。覚醒でよっぽど荒らされない限り勝ちでしょう。さあここでバナナの攻めにたまらずファラクトが覚醒は来ましたね。これはいい攻めです。こちらも覚醒吐いて総裁しますが、ここでサブに引っかかってしまい、覚醒技をズドンされてしまいました。覚醒終わっていてよかったです。バナナここでひるまず、特格で迎撃からのフルコンです。相方に詰めに行ってる相撲をゲロビでダウンさせています。そしてなんとおばひの着地を取ろうとしたファラクトの攻撃をアシストでガード。最終的に落とされましたが、素晴らしいやり込みを見せてくれましたね。言うことないです。さあここでバナナが覚醒。しかしブーストがないので一旦退避します。相方も覚醒しましたね。とここでバナナのメプ覚醒技しています。何をしてんの君は。しかしその後ゲロビで固めたところを相方が取ってフィニッシュです。要所要所はしっかりしてるのが何とも言えないです。イジョールナインパ視点でした。今は逃げに課題がある機体ですが、修正後にどうなるか期待ですね。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録とかお願いします。